子供たちが噴水で遊ぶ様子はまるで真夏のようです。ロサンゼルス中心部の現在の気温は33度まで上がっています。ロサンゼルス中心部では先月下旬に数年での過去最高となる40度を記録した後、徐々に気温が下がっていました。しかし太平洋からの高気圧が再び張り出し、22日はこの時期の平均気温 21.7 度を10度以上上回る 33.9 度まで上がりました。1950年に記録した 31.7 度を超え、この時期としては過去最高です。ロサンゼルス市郊外では35度を超えたところもあります。この暑さは数日続くものの、来週以降は収まると見られています。